皆さん、エマちゃんと別れました。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。この5ヶ月間付き合って5ヶ月で、お付き合いを終了させていただくことになりました。ありがとうございました。別れた理由としましては、きっかけが俺の寝配信で、俺が寝てることをいいことにね、タヌキがね、10人ぐらいいたのかな、なんかタヌキが雑談したんだって、チャットで。それでエマちゃんの悪口をね、悪口というか意見というか、そういうことをなんかチャットで話し合ってたらしいんです、タヌキがね。誰が書いてるかわからないタヌキが。で、それを見たエマちゃん1時間ぐらいずっとその寝配信を見てて、ね。そう思うところがあったから、別れたいと。タヌキの言葉で。そう。そう、誰だかわかんないね。便所の裏掛けのアドバイスで、エマちゃんが共感しちゃって、そう、別れたいと。うん。うん、だから全部それも言った。言い訳とかこじつけとか、本当は好きじゃなかったんでしょって。だってそれぐらいで俺別れると思う？普通思わないよね。よっさんにはなんかいい人がいるんじゃないかとか書かれてたんだって。よっさんとエマは合わないとか、タヌキが書いてて、で雑談してたんだって。そう。でもね、なんかそれでエマちゃんが別れたくなっちゃったみたい。そう言ったよ、好きならそんなの気にならないし、だって誰が書いてるかわかんないんだよ、つって。そう。ね、いや、これが別にね、生 ID とかさ、誰かが普通に言葉で発して言ってんだったらさ、まだしも。ね、たりきなんてさ、ね、自演もできるわけじゃん。アカウント何個も作ったりさ。ね、そういうこともがあるのに、いちいちね、そんなことを気にして、別れるとか言う人いないよみたいなの言ったのよ。だけどエマちゃんはもう別れるってもう考え方変わんないっぽかったから、うん、どれぐらい話したかな、30分以上話したかな、ずっと、そうだ、それで別れましたね。で、他がね、なんか理由が重なって別れるっていうけど、じゃあそのね、なんか価値観とか持ち出してきたんだよ、エマちゃんが。で、その価値観が違いっていうけど、じゃあその価値観の違いは何しても、なんか教えてくれないし、うーんって感じになって。うん。他にそれだけじゃない、きっかけあるでしょって。うん、でも、ね、なんかなかなか言ってくれないし。ただ、だから本当に好きだったのかなって。いや、俺は好きだったよ。山ちゃん。だけど、
結局、俺がもうこれ以上ね、続けても、エマちゃんの考え方は、もう変わらないという感じだったんで。だからそう、ただ嫌いだから、ただ体のいいね、そんなコメントのことを持ち出して、別れたかったのかなとかね。あんまり好きじゃなかったから、元からね。そういうにしか見えないのよ、話してても。わかる、言ってること、俺。こう、エマちゃんと話してても、だってタヌキだよ。で、例えば、リスナーが全体数が100だとしたら、たかだか10とか20ぐらいの人が、ね、そうやって、エマちゃんのね、アンチいるじゃん、俺のアンチとかも。エマちゃんこと好きでね、別れさせたいとか思ってるやつも、そういうふうに書いてさ、別れさせたいやつがいるんだよ、つって。いちいちそんなのね、気にしてたら、キリがないって。だけど、エマちゃんは、それにすごい効いちゃったみたいで。でも、何度言っても、やっぱりエマちゃんの考え変わらないの、なぜか。そんな、切り捨てていけばいいんだよって。ね、100に、100、ね、総数が100で、そのうちの20なんて切り捨てて、お互い好きだったら、付き合っていけばいいじゃんって。だけど、その、エマちゃん的には、なんかそう感じなかったしさ、タヌキのやつが。だから、別れたいという。何やって、今全部、さっき電話したこと言ってますよ、今。あ、わかんない。その何言われたとは、だから、よっさんと会わないとか、なんかそういうことを書かれたんだって。俺も、だから寝てたから見てないのよ。見れないじゃん、寝てたら。俺が寝てたから、そういうコメント NG にできなかったのよ。だから無法地帯になってたんだろうね。俺が寝配信したばっかりに、ね、もう寝配信で失うものが多すぎるわ。恋人は失うわ。ツイキャス映画になるわ。ね、チンコ出して、寝配信で。やだよ、もう。二度とやらんわ、もう。寝配信なんてもう。人生の中で失うものが多すぎだろ、寝配信。もう明日がちょっと休止していいっすか。いや、こんなメンタルじゃ俺配信できないよ、もう。俺ね、まあいつもこれ言ってるけどさ、ね、俺ね、女性と別れた時、振られた時とか別れた時って配信休止するんですよ、いつも。他のことはね、何も聞かないけど、悪口書かれたって。だからこれだけは唯一ね、メンタルブレイクしたんですよ、女性と。そう、何週間ちょっと休むか分かんないけど、明日から。もう。付き合ってたよ。だってキスもしたもん。まあ、セックスは、エマちゃんの家だから、できなかったけど、まあ、あとは大体したもん。だ、付き合ってるでしょ。あ、シャンパンターありがとうございます。だけど、エマちゃんはどうだったんだろうね。俺は恋人っていうか付き合ってたと思うけど。エマちゃん的には付き合ってなかったのかな。あ、トリックはトリートありだす。あれ、シャンパンタンだありだす。トリックはトリート3000円なんですよね、これね。あ、いつもありだす。あ、ひらがなの方、シャンパンタンいつもありだす。あ、トリックはトリートありだす。すみません。トリックアトリートありがとうございます。2個ありがとうございます。すいません。絵文字の方ありがとうございます。